これで、リサここに住むの？私も今1個しかない。うんちしちゃった。ありがとうございます。あ、いろいろ、こつこつこつ。でも20レベや。20レベは強い。雑魚。ごめん、リサ、うんちしちゃった。うんちでびっくりしてんの。いいね。え、で、何を払ってんねん。え、さあ、本能で殴るんだけど。ここに住むのって。あれ、ここに一応しようかなって。本能で殴るんだけど、今後作れる？内緒の話なんだけどね、はいはい、リスナーから聞いたんだけどね、北西の方にね、お城があるらしい、はい、うちそこに住む。え、私も行く。一緒に住む。え、一緒に住むじゃん。これだ。結構でかいらしいよ。え、ちょっと行きましょう、行きましょう。いや、リサプテラないといけないらしい。やべ、どっか行く。そこ裏に行かないで、行かないで。あ、みちゃんとリサで一緒に住もうとしてた。どっか行っちゃった。そうなんだね、リサちゃん。え、あれ、もういいかない、死んじゃう。一緒に住むの話はしたけど、お城は聞いてない。お腹空いてるの？いや、お城はうちがいましたからね。お腹空いてるかもしれない。ミミちゃんとリサでそこに一緒に住む予定だったのって聞いたの。じゃあ、いや、そこには住む予定じゃない、一緒に住む予定だったから。じゃあ3人で行きましょうよ。いいよ、3人で。ミミちゃんが良ければだけど、そのお城でも。あ、全然いいですよ。ミミちゃんが嫌って言うわけない、ウロハ先輩と住むことに対して。ちょっと待って、うちね、プテラとりあえず捕まえ、お前もとりあえずプテラ捕まえる一回。わかりました。一旦プテラだよ、話は。ひでえ女だったな。危なかったわ。ひでえ女だった。こじらせるとこだった。足傷つくとこだったわ。砕け散るとこだった、私のハートが。ダメ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 。やばい、待って、生肉ない。お尻に目がいっちゃったらもんな、あのお嬢。生肉なくても焼肉でもいけなかったっけ、確か。はっ、あ、いけますよ。やばい、焼肉取られた。どこにいるんですか、ラジオ。やばい、でも取り寄せ、取り寄せ、取り寄せ、しーん。うわ、なんでかっけーの来た。何これ、死ね、こいつ。これ、ミミさんのペット。あ、そう。かっけー。あー、でもさ、この中にさ、腐った肉が入ってるじゃん。はい。腐った肉よしと、このナルコベリーっていうベリーでね、麻酔薬が作れんの。はい。それで麻酔薬ってやつも作れんのね。はい。なるなるなるかなるなるか。これ作るとなる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 、もたもたしでも捕まえられるかも。なる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 か。なるなる。ここにゆるはちゃんがさっきね、なる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 、入れてくれてたんだよね。うるせえ。今カリカリしてんだよ、こっちは。ド直球のうるせえ、おもろすぎる。そこに怒らせて。麻酔弓をね、鳥に全部かっさらわれてイライラしてんだ、こっちは。すいません。そこにリサがいたから、強力麻酔なんたら打ってみた、一本お腹に刺さってる。おいしい。こんばんば。こんばんば。カメ捕まえに行くってさ、うん、カメってさ、砂浜うろうろしてるやつじゃないの？は？何？定番とは違うカメやね。あ、そうなんだ。え？何？え、誰こいつ。どうしたの。おい、お、浮き節取ってこよう。おい、誰だこいつ。行くぞ、ほくろ。お、嵐いるって、アーク、V スポサーバー。え誰え、誰知らない人。わかんないけど。どこ。配信中です、配信中です、配信中です。はい。は、誰やねこいつ。どこよ。え、なんかあの、拠点のとこ。拠点の真ん中。あ、これ、ウロ先輩なの。そうだよ、うち。おい、拠点久しぶりに戻ってきたら、目の前にリサ立ってたから、リサのこと打った。嵐いるって言われてたよ。誰こいつとか言われてた。まあ、嵐ではある。間違ってはない。誰こいつって言っちゃった。しかも前、ミミちゃんに借りた残りのなんか、
マガジンに一発入ってた強力なんたら打った。マジで痛かった、あれ。ブリ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 ってなってたの。そう、ビリ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 って倒れた。目の前で。もうびっくりした。クソおもろい、一人で配信でケラケラ笑ってた。え、なんかこんなことするメンバーいないしなと思って考えたら、おった。おるで、ボイスボーメンバーに。おるよ、ってくる。全然いるだろ。いるか。なら雷キュピとかいうやつめっちゃ打ってくるで。そうなの。ケラケラ笑いながら打ってくるで。うざすぎ。メスなんですよね。あ、やばい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 。ラムチ呼んでる、ラムチ呼んでる、全員呼んでる、それ。やばいやばい、やめて、ごめんなさい、ごめんなさい。おい、ラム。あるある。ゼーキー押すと全員ついてきちゃう。わかりました。あれ T だ。うちの子重すぎてまともに歩けないんだよな。停止。辛そう。ちゃんゆき、ちゃんゆき。あれ、なんでお前もついてきてる。なんでお前に。なに、男獣寮、男獣寮茶の心って何。誰のキュピンのやつ。何こいつ。名前の癖。どこにいんの。そんなやついる。ここやばい。あいつ何。先輩。わかんない。で、攻撃力上げたいんだったら、その戦うようになんか雑魚処理とかするためにだったら、近接攻撃力上げてもいいし。心だった。海、スタミナ。あ、今スタミナは本当は強そう、うん、海。あ、いいや、上げちゃって。で、この後、重量上げちゃいなよ。海、オッケー。スタミナ2000、重量2000あったらもう十分やから。ありがとう。海、今年はちゃん、海来た。まあでもその子メレー高いから、海重量上げずに。うるせえな、お前。近接攻撃力上げるってのもありかも。オッケー。メレーって近接攻撃のやつ。何笑ってんねん。だからほくろ、ほくろを荷物持ちにさせるみたいな。急に切れる。このくだり初期拠点でもやったわ。なるなるなる、懐かしい。なるなる子。うるせえって。マジで好き、それ。言われたいのかなと思ったもん、今ずっと 海って言ってたから。待ってんのかなと思って。単純に海行きたかった。早来たすぎやろ。海行こうよ。止まって、待ちなさいよ。どんぐらい、どん、どんくらい、どんくらい、どんとくらい待ってばいい。うざいな。うざい。どんとくらいやめろ。天才やん、普通に。うざすぎ、ほんまに、ほんま。しょうもねえ、しょうもねえのに笑っちゃうのがマジで深い。深い、深い、やめて。マジでおもろい。おもろいのがまた深いなんよな。ワープ場所だけ教えて。バナランドの南の SE ですね。バナランドの南 SE。 あれ、おーい、ついに誰も反応しなくなった。バナナ。虫。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、いいよ、全然今のは無視していい内容だった。ミミちゃんのキャパシティを奪うほどのことでもない。ワープ機能めっちゃ便利だな。ね、すごいよね。うん、でも時間かかるから割とめんどくさい。エマタソみたいになっちゃうしな、他の恐竜入ってきて。やったーって言ってきながらもう死んでるもんな。待ってねー。なんか一瞬、てかあれってさ、エマちゃんがワープしたとこがさ、その場だったんじゃないの。ワープの場所にいて同じ場所にワープしちゃったんじゃないの、エマちゃん。あれって、うん、わかんない。2人とも置いてきちゃった。ササさん、あら、あ、ササさん、ササさん、あ、鳥置いてきちゃった。鳥置いてきちゃった。鳥に帰るか。鳥だけに。え。
大丈夫かな、襲われないかな。いや、あんたモンボに入れときなさいよ、うん、はい、あ、ごめんごめんごめん。おい、いと。お前、人んちとかに何やってんだ。え、違うな、私じゃないです。歩くの遅い。作ってるからだよ。切れすぎ、切れすぎ。即切れだからお前には。間髪入れずに即切れ。